こよ。目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。はぁ、こいつナタでは人望があるってキイニチが言ってたよな。オロルン、あの子は道端に捨てられてたのよ。部族の人たちがあの子を拾ってきて、みんなで一緒に育てたの。名園の主でいろんなことを勉強して、大きくなってからは一人で離れて暮らすようになったわ。野菜を栽培したり、メンソミツムシを飼育したりして、自給自足で生きてるの。はぁ、友達づてにいつも野菜を送り届けてくれるんだから、本当にいい子なのよ。まあいいわ、とにかく探しましょう。人を見つければ手がかりも手に入るはずよ。オロルンはミツムシを飼ってるけど、あの子たちは刺激を受けると特殊な粘素を分泌するの。その痕跡を追えばオロルンを見つけられるかもしれない。痕跡をたどってみましょう。え、痕跡ってどこにあるんだ？オイラには見えないぞ。ああ、そっか。君たちの目はそういうものに敏感じゃないのね。さあ、手を出して。私の感覚を一時的に分け与えたの。しばらくの間、君たちにも粘素が見えるようになるわ。そんなのって誰かに与えられるものなのか？初めて聞いたぞ。珍しい不術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。おちびちゃんの感知力は弱めだけど、旅人はちょっと強いのね。さっき君の手を握ってみたけど、君は粘素との相性が良さそうよ。才能があるって言えばいいのかしら。とにかく次はオロルンの行方を探してみましょう。二人とも頑張ってちょうだい。こっちだ。この方向で合ってそうだぞ。ひひ、シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱり。わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年は言ってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。え、もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。でもさっきのこの子たちの表情から見ると、まさか私って全然時代についていけてないの？え？この声はシトラリか？そういえば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。何その目、自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。
ガイドとしての経験から見た感じじゃ、やっぱり誰かここに留まってたみたいだな。ちょっと待って、ここの年層ちょっとおかしい。見てみましょう。は、何かのマークみたいだな。すごく小さいけど、これは名園の主の人が使う助けを求めるサインなの。わかるのは私たち部族のものだけ。あの子やっぱり脅されてたのよ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク気づかれないようにしたのね。やっぱりファデューに監禁されてるに違いないわ。正面からぶつかることになるなら全力で戦う。でも、もしオロルンもそこにいたらどうしましょう。あの子は可愛い孫みたいなものなんだもの。巻き込めない。ああ、ダメね。落ち着かなきゃ。その痕跡が複雑になってきてるわ。匂いが入り混じってる。炎、雷、それから他の元素も。キーニチはお前のことすごいやつだって言ってたぞ。何かわかったのか。キーニチったら、やっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡よ。現場の痕跡から見ると、おそらくここで戦いがあったんでしょうね。でもその後、粘素も元素の匂いも別々の方向へと消えていった。オロルンは助けを求めるサインを残してたんだよな。もしかしたらここでもサインを残そうとしてファデュイにバレちゃったんじゃないか。別々の方向に向かったのなら、私たちも二手に分かれましょう。私はこっちに進むから、そっちをお願い。また後で合流しましょう。ホロル、一体何してるの？私だけじゃなくて、みんなに心配をかけるなんて、ほんといけない子ね。あいつ言っちゃったぞ。旅人、お前も聞こえてたよな。シトラリがいなくなったら声も消えた。心の中であいつの名前を呼んでみたけど、何の反応もなかったぞ。な、オイラもてっきり会話できるのかと思ったんだけど、こっちにはあいつの心の声が聞こえて、向こうもオイラたちの心の声が聞こえるってな。この浮術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさそうだけどな。もしかしたらオイラたちが特殊だから副作用みたいなのが出てきちゃったのか。あいつの心の声にぎやかだよな。思ってたのと全然違うぞ。リフト、こっちにも痕跡があるぞ。進んでみようぜ。手がかりが見つかったのか。がどっちに向かったのかもうわからないってことか。急に何もなくなった。
どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。悪いが、動かないでくれ。傷つけたくないんだ。危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。初対面がこんな形になって、本当にすまない。君は戦いが得意だから、他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今、名園の主の者たちがよく知っている領域、八神の国にいる。こんにちは、旅人。僕が君の探しているオロルンだ。ああ、脱出。やはりそう思っていたか。ばあちゃんもきっと、ファデュイに脅されていると言ったんだろう。煙に包まれた偽りのサインを見た君は、嘘を追ってここに来た。あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは、君ともう一人の友人を会わせるための一番手っ取り早い方法だったんだ。来たな、異教の旅人。丁重に対応してくれ。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。慎重に扱わないと。お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式でお前の魂を八神の国に連れてきたのだ。同僚が世話になったそうだな。お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、俺はこの先お前と正式に話をしたいと思っている。その時になれば、こんなことをした理由とマービカを疑う理由を説明しよう。とにかく当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ競技場の東を探すがいい。これ以上トラブルを起こすのは本意ではない。誰にも知られずに来てくれ。現実世界でもいずれ会うことになるだろう。その時はどうか話を合わせてくれ。ばあちゃんを巻き込まないために。座り込んでるの？本当に大丈夫？ストラリー、こいつぼーっとしてると思ったら急に倒れちゃったんだ。まさか八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？どこかゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。具合が悪いって知ってたら無理してお願いしなかったのに。具合が悪いなら言ってくれよ。何かに取り憑かれてるのかもしれないし。ストラリがいるからまた見てもらえるぞ。いつも旅をしてるなら無理は禁物ってわかるはずよね。何か頼みがあれば
遠慮なく言って。とにかく、もう少し休んだ方がいいわ。はぁ、ほんと、不用心な子なんだから。楽になったか？じゃあ、次の準備をしましょう。さっき、メンソの痕跡をたどって、ある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。オロルンが中にいる可能性が高いわ。それってこの近くか？早速行こうぜ！君は私の助っ人で、私たちは風と雲みたいな関係よ。君の調子が悪いと、私もうまく動けないの。お詫びなんていいから、しっかり働いてちょうだい。出発！あっちよ。誰かいるみたいだぞ。オロルンよ。やっぱりファドゥに捕まってたのね。おお、待ってろ。オイラたちが助けてやるぜ。おい、何ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか。太陽がない。なんだと？太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。ちょっとどいてくれ。あ、何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。シトラリのやつ、必死で怒ってないふりをしてるみたいだ。ふん、準備はいい？目に物見せてやるわよ。3、2、1。まだ抵抗する気？君、空気が読めないのね。注文！君にそっちあれ！天道万象！剣女万弱！面白い！かかれ！貫こう！はっ！月のように永遠なキャッツ天理ジョーク難攻不落。せいそっ即戦即決。いやいやせいさいいとよ。工作せよ。捕まえた権限よ。っそっいやオロルン！ばあちゃん。シトラリがグラスバーバだってことは知ってるけど、実際にばあちゃんって呼ばれるのってやっぱり違和感があるよな。こんにちは、ばあちゃん。なんだって？ばあちゃんだ。違うのか？君はばあちゃんの友人で同世代みたいだから、ばあちゃんだろ？そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。
ばあちゃんと同じ世代の人はたくさんいるけど、見かけるたびにばあちゃんやじいちゃんなんて呼んじゃダメよ。待てよ、こいつまさか子供なのか。こんな顔してるけど実はまだ10歳もいってなかったりして。その言葉はトゲのあるツル草のように深く刺さるな。ピンセットを使わないと取り出せないぐらいに。傷ついてないでオイラの質問に答えろよ。僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには育ててもらった恩がある。みんな僕の家族だ。ああ。ひひ。じゃあお前は誰よりも年下で若造の下っ端ってことだな。オロルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？三つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ。ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない人。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。なのによりによってこんな大きなトラブルに巻き込まれるなんて。捕まっちゃったらもう誰かに助けてもらうしかないのよ。私たちが駆けつけてこなかったら死んでたかもしれないのに。ごめんばあちゃん、次から気をつけるよ。次ですって？こんな危ないこと次なんてあってたまるもんですか。怪我させられたりしてない？いや、ナタの地形についていろいろと聞かれて地脈の分布図を書くよう言われただけだ。正直に答えてちょうだい。エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物はオロルンなのね。ああ。どうしてそんなことしたのよ。それは僕の協力が必要だと言われた。もし断ったらばあちゃんを探し出して何らかの方法で痛めつけてやるとも。ふん、ばあちゃんはただものじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。この子は本当にもう。そんなデタラメを信じるなんて、その頭に詰まってるのはただの飾り。幸いエンジン様は名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて君の名前は出てない。でもだからってエンジン様が何にも知らないだなんて思わないで。たとえ予想していた真実が訪れようとも慌てる必要はない。教えた言葉忘れちゃったの？ごめん。もういいわ。倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから、これで君の無実は証明できるでしょう。さあ片付けて帰りましょう。オロルン、今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよ。それから町に戻ったら私と一緒に談義室行きよ。ことの経緯を説明するの。わかった。野菜を持っていこうか。野菜？ああ、野菜をたくさん育ててるんだ。新鮮だぞ。エンジン様、お嫌いなものがないといいんだが。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。エンジン様に会ったらまずはこう言うの。三つのものには気をつける。違うでしょ。まずはファデュイと結託なんかしてないって弁明するの。名園の主の教育は一体どうなってるんだよ。わかった。なるほど。オロルンが隊長を逃がしたのはファデュイがシトラリさんに害をなさないようにするためだったと。ああ、すまなかった。一族のものを守るためだったってことに免じて許してくださるようエンジン様を説得してくれないかしら。
情報を整理してエンジン様に報告する。結果が出たらすぐに知らせよう。ここで待たなければならないのか。本当はそうなんだが、シトラリさんが保証人になってくれるのなら自由に行動していい。いいわ。別の用事もあるし、ここで時間を無駄にするわけにはいかないの。協力に感謝する。オロルンさん、知らせが届き次第なるべく早く談議室に来てくれ。わかった、ありがとう。ばあちゃんもありがとう。ふう、これで逃げ隠れする必要はなくなったな。旅人バイモン、今回は本当ありがとう。恩に着る。オロルンのことが落ち着いたらシロネのところに行きましょう。一緒に米を作らないと。うん、ありがとな。面倒だなんて助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあまたね。朗報を待っててちょうだい。オロルン、ついてきて。泊まる場所を探さないと。さようならばあちゃん。時間まであと1日か。時間になったら約束の場所であいつらを探そう。